スピリチュアルカクテルワイズバー、スピな会話とカクテルのコラボレーション。今夜のお客様はヒーリングピアニストの松尾康信さん。どんなお話が飛び出すのでしょうか。こんばんは。ようこそスピリチュアルカクテルワイズバーへ。スピリチュアルバーテンダーのヨシーこと永田義正です。よろしくお願いします。そしてお隣、小村慎吾さんです。こんばんは。見えないもの大好き、宇宙人大好き、あなたとパワースポットをつなぐスピリチュアルキュレーター、大村慎吾です。よろしくお願いします。スピリチュアルカクテルワイズバーは本当にあるバー、浅草雷門前にあるフィールズバーからお送りしていきます。そしてオーラの見えるバーテンダーヨッシーとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは、はい、ヨッシーは会ったことがもしかしたらないかもしれないけど、多分耳にはよく聞いてる方です、はい、あのヒーリングピアノを弾いてる松尾さん。そうそうそう、松尾さん。そうなんですよ、お会いしたことがずっと前にタイミングがなんか私がちょっといろいろと参加しなかったので、そういった時ね、あの松尾さん来られていたり、そうそうそう、ただお話はよく聞いていられて、すごい楽しみにはしていたんです、あの今日はるばる、はるばるっていうか大阪から、はい、いらっしゃってですね、番組に出てくださるということで、はい、もうお待ちしておりますので、早速お呼びしたいと思います。松尾さん、よろしくお願いします。こんばんは。いや、どうも、よろしくお願いします。ようこそおいでいただき、ありがとうございます。いや、阿波踊りですか今の。これですか、ええ、何をおっしゃるんですか。何をおっしゃ、怒られた。あのインドネシアは、ええ、インドネシアはバリ島のケチャックダンスを。ケチャックダンスを、何や、ケチャップみたいやけど。ケチャップ、いい。ケチャックダンスを、オープニングセレモニー、セレモニーとして、はい、え、なんで踊らせていただきました。え、じゃバリに行かれて。バリは、あの思い出深い。そうなんですか。思い出深い思い出が。思い出深い思い出が。そんな、全然。ちょ、あの、ペット連れてきたんですけど、ペット、ええ、はい、うちでこうてる、もう長いことあるんですけどね、ちょっとよろしいですか、これも一緒に、出たいって、これ、リュウ？リュウちゃんですけど、リュウちゃん、はい、ちょ、リュウちゃん、ちょ、アップにしてもらってもいいですか、はい、リュウちゃん、ある日突然うちに舞い込んできたんですけどね、でも、舞い込んできたって、まあ、実は勝ったんですけどね、ただそれ舞い込んできたって言いませんね。ただ、その勝った店が、今探してもどこにもないんですよ。あ、近所の、よくあるんですよ、あの東南アジアとかの雑貨屋みたいなところで、でそれもいつできたか、近所にいつできたかも知らずにフラッと通りかかって、これが目に入ったんですよ。これは絶対今日持って帰らなあかんと思って、それからずっと凍ってるんですけども、でそれから1ヶ月2ヶ月経って、そこら辺歩いてもその店がないんですよ。あ、そうなんですか。そんなおかしなことありますか。それパラレルワールドですかね。ですかね。ですかね。それともあんまり儲からなくて閉めちゃった可能性はあります。ありますね、はい、それか一番最後にこの竜買った人がの縁起が悪かったか。私ですか。いやいや、そんなことないですね。私が潰しました。いやいや、多分今ですね、こうテロップで松尾さんの紹介がこう流れてるところに、おそらくヒーリングピアニスト、はい、熊野で、炎の演奏とかってすごいいいことが書いてると思うんですけど。わかりそうです。あのでさっきのケチャップは何ですか。ケチャップじゃなくてケチャップ。ケチャップ。まあ音楽始めて私も、四半世紀どころか半世紀過ぎたんですよ。50世紀、あ、50世紀じゃない。そんなに人生が、そんなに何言うんですか。今日どうされたんですか。どうされたんですか。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。半世紀が過ぎました、びっくりなさらないんですか。すごいですね。すごいですよ、半世紀ですよ。半世紀、半世紀の間には文明がどれだけの大きな変化を。ですよね。その頃からもずっとピアノです、音楽。私3歳から両親に強制的にピアノを習わされたんです。でその頃はまあ自分で言うのもなんなんですけども、なんて言うんですかね、あれ何ですか。
なんですかねって振りも何もないから答えよう。いや振動、振動、振動と呼ばれ、で1日、まあ、6時間8時間練習したこともありましたかね。何話のモーツァルトですか。木田太郎さんですね。じゃないです。そうです、あの方もっと大先輩なんです。それでねピアノが、とてもとっても嫌いになってしまったんです。あ、そうなんですか。でそのトラウマで、もう小学校2年生、2年生はまだやってましたね。4年5年の頃にはもうピアノは弾けなくなってた。で、その時に作曲家を目指そうと小学校の、まあ、小さな頃ですけどね、そういうことを考えたり。その頃から作曲家を、その、まあ、頃その時期に、そういう時期があったんです。今から考えるともう全然自分でも信じられへんような、でベートーベンの交響曲とかを空で覚えるんですよ。エグモント序曲とか、頭の、まあ、運命であったらジャ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 ーンから、タララ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 ラ。その電子オルガンというか出始めの頃で、もうごく初期です。それでまあ電気楽器の演奏がそこから始まるんですけども、もう中学校ではすでにバンドをし、同級生でもうすごい奴らがおったんですよ。中学校ですよ。中学校で誰がいたんですか。あの同級生です。聞いてました。同級生、いや同級生ですごい、その人がなんかすごい人になったんですか。いや今有名人、今はなんか、え、ないない、その時、その時が一番すごかったんです。最近今有名人の方たちはね、それあ、そういう意味で、そういう意味じゃなくて、一般市民です。それどうやって共感したらいいんかが分からない。でもその一般市民が今から40年以上前です。45年前、ロン毛の金髪なんですよ。中学校で、中学校でハーレー乗ってるんですよ。中学校で、中学校で明らかに免許持ってないですね。もうあのお兄ちゃんが免許持ってたんですね。で、正常期の旗をハーレーに立てて、こんな旗ですよ。アメリカ大好きですね。アメリカ行ってましたね、その頃。あの、ヒッピームーブメントとか、大きなアメリカのイベントありましたね、ウッドストック、ウッドストックとか、もうあの世代、あそこに実は行ってるような。中学校で、お兄ちゃんは中学校じゃないです。僕が中学生の時に弟が同級生だったんです。で、お兄ちゃんがいた。で、家にマーシャルのアンプって、マーシャルのアンプ、分かります。こんなやつ。マーシャルですね。マーシャルですね。家に積んでるんです。家って言っても、あの私和歌山出身なんで、もう、まあね、あの言葉、どういう言葉で言うたらいいんですか。のどかなところですよ。そうですね。そこに木造の家屋の中にマーシャルのアンプを積んでドラムセットを置いてグワーやってるんですよ。グワーンって。ハードロックですか。ハードロックですね。もう生粋のハードロックで、周りの人たちも住んでるんですよ。多分怖くて文句言えないんですよね。でそれに触発されて、中学の頃から僕バンド始めたんですけども、旧校舎、木造の旧校舎なんです。まだこの観音開きの扉があるような、そういう、校舎で、まあ、文化祭のようなものがあって、そこで彼らと一緒に演奏をやったのが、まあ、きっかけ。キーボードですか。その時はね、僕デビューはベースボーカルやったんですよ。ベースボーカル、ベースを弾いてボーカルも歌ってましたね。まあ、下手な歌なんですけど、ね、いや、ボーカル、ボーカル、それは作曲されたのとか、いや、もうコピーです。もうビートルズであるとか、あと何やったっけ、まあいろいろありますわ。そやからあれですか、あの弾いてる時にあーってなってきたら、なんかふにゃふにゃ言うてはるんですか。ふにゃふにゃ言ってますよ。なんか言うてますよね、いつもね。あのこれあんまり人前では言わないんですけども、もう今日全世界に発信されてますけども、私実は、あのボーカリストとしてメジャーデビューしてるんですよ。ほんま、これはあのあまり言いたくないこともないですけども、言うともうややこしくなるんで、ごめんなさいね、ちょっとその面白い話聞く前に、インドネシアのケチャップだ。違いますね。ケチャップの話させてください。ちょっとここ一応バーなんですよ。一応というかもう本当のバーなんですね。すいません、こんなあの素晴らしいとあの席をちょっとね、あの最近大きくなってきてるので、あのちょっと動きがね、動きがっていうか、
いやいやいや、すみません、いいんですけど、あの特設ステージを作っていただきました、ありがとうございます。リュウちゃんもいるし、リュウちゃん、はい、それであのヨシはその人のオーラですとか、はい、見るんですか、パワーッと見て作るんですけど、もうじゃあ見抜かれてる感じですか、見抜かれてるんですよ、色とかも、色とかも、あれあれ、でそこであのもうその人のイメージを言ってくださったら、それで、あのカクテル作るという凄技を持ってまして、なんかオーダーしたいことありますか。あ、今日はまあ、この番組をお借りしてメッセージをちょっと全世界に発したいと、全世界に、はい、あの来させてもらって、全世界にメッセージです、松尾さんから、はい、それは、はい、光の音楽です、光の音楽です、それでよろしくお願いします。いや、光の音楽っていうので作ってくださいと、はい、かしこまりました。かしこまった、はい、かしこまりました。ただ今すごいいろんなことですよね、うん、アメリカのロックからバスのケチャップから、話が、ま、ミクスジャーになってますからね、光の音楽からミクスジャーになってちょっとね、ケチャップの話戻したいですね。ケチャ、あ、じゃあケチャップの話よろしいですか、あのじゃあよし、じゃあちょっとカクテルお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ケチャがどうしたんですか。最初に訪れた、生まれた最初に海外が、インドネシアだったんです、ね、一番最初か、でジャワ島に1ヶ月、はい、バリ島に1ヶ月なんですよ。長い間、長い2ヶ月ですよ、で、帰ってきてすぐ、引きこもりました。なんでですか。あの日本が合わない、嫌 で、まあよく、まあ、多分分かりますよね、その頃インドネシアっていうのはまだ放送されてない、特にバリの内地なんかっていうのはまだ砂利道だって、砂利道でしたね、で放送されたら文化が変わっていくだろうと言われて、ちょっと手前やったんですよ、じゃあ今から30年、82年ですね、1980年、35年、あ、じゃあその頃はまだまだ舗装ですね、舗装、あ、舗装じゃない、砂利ですよ、ね、じゃそれからでもまだ10年ぐらい経っても結構砂利じゃないですか、バリでした、でもちょっと舗装仕掛けてる道も見たことがあって、見たことがあって、クタクタクタのあたりで、歌ですか、今の歌いました、いやいやいや、あ、メジャーベリー、あ、やばい、いや、で、どうなったんですか、見たことがあって、見たこともあって、で、まあとにかく道、日本で道ってありますよね、ありますよね、ありますね、とりあえずね、信号機ありますよね、僕ですか、あ、うまい。いやいや、いいですよ、じゃあごめんなさい、あの信号機、皆さん聞きました。よく、ありがとうございます、素晴らしいですね、はい、それで信号で機があるんですよ、はい、日本には、横断歩道あります、横断歩道もありますと、歩道があります、歩道もありますと、その頃のバリの道は、一本の道だけなんですよ、一本の道だけ、その道を牛がノロ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 自由に歩いて、で自転車がピュー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 、右往左往、人もごちゃ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 、車がビュン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 、それを見た時に、あ、人間ってこれが人間が生きてる姿やと思ったんです、うん、日本に帰ってきて、そのギャップが大きすぎて、日本の人たち、まあ、私もそうですけども、横断歩道を渡って、信号を赤になれば止まる、青になれば進む、黄色は注意しなさいよ、横断歩道を一列に、おかしいじゃないか。それでも大阪ですよね。はい、大阪です。大阪って比較的まだ緩いけど、ね、でもそれぐらいのショックがあったってことですよね。ただあの一番最初に到着したの東京やったんですよ。あ、東京やから、成田が、成田なんか成田かな、東京でそれを見た時に、缶コーヒーの自動販売機がある、あります、あります、もうやめてくれ、もう俺をインドネシアに帰ってくれ、うわ、俺を管理するなと、あ、そういうことです、そんな感じですよね。あのそれこそ操り人形で、誰かがこう紐をつけられて、誰かこう操作してるような、そういう風な感じを受けて、でそれで、まあ、本当に1年間引きこもりますよね。もう出れなくなって。それは何しに行ったんですか、インドネシアに。旅行ですか、ただ。いや、その時は音楽活動というか、ちょうど私あの大阪芸術大学の、作曲、そこで作曲学んでたんですけども、まあ、その頃にもガムランとかっていう音楽には興味あったんですけど、たまたまその興味あったのが卒業と同時に、ある、踊りのグループがあったんですけども、皆さん、まあ、今はちょっとね、馴染みないかも分からない、舞踏っていう、舞踏、そういうジャンルの白虎とかですか。あ、行っちゃいましたね。
言葉選んだんですけど、ね、言葉、まあ、そういうこと、略者さんがちょうど、前作のワールドツアーを始める時だったんですよ、はい、で彼らが、私の、私いろんな音楽家を探してて、音楽を、で最終的に私の大阪芸術大学の、卒業制作展に彼らが、まあ、来られたんで、略者が来て、はい、で多分何百人見た後、一番最後に僕が出会ってるみたいなんですよ、でこいつやっていうんで、ここをバッてこうつかまれて、でなんていうんですか、あの、いや飼われてきた猫でしたっけ、なんとかの猫、鈴つけられた猫ですね、まあ言うなればね、のように、私はもうそこに連れて行かれて、白虎社のとこ連れて行かれて、で卒業と同時にワールドツアーが始まるんですよ。じゃあ何、白虎社で何かやってはって演奏してたんですか。演奏、音楽、白虎社の作曲と演奏を担当ということで、それから、あ、なんかできましたよ。あ、もうできたんですか。はい、葉っぱが、はい、これはサカキの葉っぱですね。サカキ、うわ、けど色がね、あの黄色のイメージはある、はい、まあ、黄色かどうか分からへんですけど、僕の中では、この間のターナーっていうイギリスのターナーさんっていう画家、まあ、ちょっと時代の古い画家さんらしいですけど、それに僕のその光の音楽とイメージともぴったりの絵画があったんですけども、まあ、それの色にかなり近いなと思って今。本当ですか。今見て歩いてるんですけどね。この心は座らせていただきまして、こちらは実は日本酒ベースに、はい、緑のリキュールと、ブドウのリキュールで、あのこういった色にしたんですけども、はい、ブドウと紫と、紫とまだってこんな色になってる、はい、紫と緑を合わせてこの色になるんですよ。ちょっと音楽っていうことだったので、ちょっといろんな色というかハーモニーを付け加えたいなということで、変わった色を混ぜてちょっと金色にしたかったなと。金色に、あ、じゃあ光、はい、金色、はい、光なんでちょっと金色っぽくしたつもりではいたんですけど。なんで榊が入ってるんですか。これが、ちょっと勝手なイメージだったんですけども、松尾さんからのなんか和の感じがすごいしたので、で日本酒ベースにしようということと、はい、あと榊、まあ、魔除けじゃないですけども、あの先ほど電子音楽とかって言われてたので、榊でしたら、あの魔除けにもなるじゃないですか、弾くというか、そういった電子音楽と何かつながるかなっていうので。おっしゃる通りだと思いますね。じゃあどうぞ。あ、召し上がってください。よろしいですか。これは、所作のルールとかありますか。もうないので、こう大丈夫です。三回、三回、まあ、っていうのはないですか。まあ、お茶の世界ではないですか。まあ、やっていただいても。わかりました。震えてますよ。震えてます。はい。それなんのつもり？ほんまに、ほんまに震えて。あ、ちょっとリュウちゃんも。うん、あ、さ、どんな感じ？爽やかですね。す、爽やかですか。はい、で、甘さもちょっと。そうですね、甘いんですけども、うん、あの非常に、爽やかっていうか、ピュアな部分があったりとかいう感じは受けます。で、まあ、僕のその光のイメージも、はい、根本がやっぱりピュアな光っていうか、純粋な光、あの光がこう現れて発光する一番原点の光とか、そういう音がっていうイメージもあったんで、非常に深いですね。本当ですか。はい、あの今こう飲んだ時と今喋ってる時のなんか味変わるんですね。味変わる感じですよね。だからやっぱりイメージと味はちょっと違和感かもしれないですし、それがまあ変わるというと、ここでどんどんなんかまた違うものになってる感じが、ちょっとまあハーモニーということなので、そんなことも考えてんの。はい、多分いろんな味が味わえるかと思います ね、 そうですね、なんかそんな深い感じがします。深いですね。すごいな。カクテルなんかそんなに飲まないっていうか、多分僕初めて。初めて。そんなことないですよね。一遍ね、あの飛行機乗って、ソバルドツアー中に、ビール屋のそのドリンクのメニューみたいなのありますよね。で、クックテールって出てきたんですよ。クックテール言うから、鶏の尻尾をかなんかと思って、で隣のメンバーのやつに、クックテールってこれ何なんって聞いたら、あやな、これカクテルって読むねんでって、それぐらいの知識しかなかったです。でもその通りですよ。クックテルですよね。はい、クックがどういう意味なんですかね、あれ。そのままなんですよ。カクテルの語源は一説、いろいろ説があるんですけれども、おんどりのおっぽでお酒を混ぜた。
でそれ何かって聞いた時にこれはまあクックテールだよっていう、あの混ぜたものを聞いたのに、おんどりの尾っぽで混ぜてある方を言ってしまって、じゃあそれがあクックテールっていう飲み物なんだっていうところから始まったという説明です。当たりですな。クックっていうのはこれクックなんですか？鳴き声の名前なんですか？はい、あのなので当たってないんですよね。当たってますよ。僕隣のメンバーのやつに、まっちゃんアホやなって言われたけども、僕の方が確かだったんですね。確かに、もっと深いところ行った。やっぱりあの音楽を作るだけあって、もう真相に行くわけですよね、松岡さんは。いやすごいな。でもまさかそこでね、あのどう隣を見たらどう見てもドリンクの名前が並んでるとこに鶏の尻尾が出てくるって思ったのは僕は間違ってますよね。それ混ぜたと。はい、混ぜたって。なんであの英語で書いてあるのはクックテール、でも読み方としてはカクテル、ですね、なので間違いではないです。ありがとうございました。すごい、もうその時からもう今僕すごいと思いましたわ。あ、ほんまですか。もっとすごい話があるんです。どうなんですか。インドネシアの話に続きなんですけど、まあ引きこもったという、まあそれはもう置いといて、プリアタンっていう、ご存知ですよね。あの芸能と音楽の村、はい、もうバリ島です。バリ島の中心部にあるんですけども、ジャワ島で1ヶ月、とにかくガムランとの共演がしたかったんですよ、で、その白社のツアーでは私の音楽と現地での、あの民族音楽もしくはそのミュージシャン、アーティストたちのセッションでステージの音楽を作るっていう、そういう趣旨で、でいろんなたくさんの人たちと、まあ、あのその後経験させてもらうんですけど、その一発目やったわけですね。でも音楽的な違いとかで、まあ、封建的なこともあり、日本でいうと邦楽が封建社会やったりとかということもあり、なかなか難しいと、で実際ジャワでは交渉したのがやっぱりことごとく最終的にダメダメっていうことになって、で最後ジャワの最後にジャワのガムランのチームと一回だけ実現できたんです、でそのジャワのガムランのチームの、リーダーの方がバリ島のガムランのチームを紹介してくれたんです。言うてやるから。でバリではもう一発目から一応交渉があったんですけども、共演できることになって、でバリのゴングクピアールっていう一番激しい、もう日本でいう、日本でいうとさ、音楽でドロップポップスロックのようなリズムの全世界的に有名なグループとの共演になるんですけども、そこの、大きな、長老ですよね、長老マンダラおじいさんっていうのが、その頃生きておられて、でその方と直接お会いすることもできて、で、クラシック音楽で印象派ってありますよね、ドビッシーであるとか、ラベルであるとか、印象派っていうのは古典派、ロマン派の、まあ、そのいろんな流れがあって、ある時期その体制反体制、もう体制をガラッと変えようっていうんで、フランクスの音楽家たちが、まあ、革命を起こした音楽なんですけども、彼らがそのバリの、僕がそのマンダラ沖縄にあったグループをパリ万博で見てるんですね。そんなことどこに行ってるんですか。行ってるんです。もう昔からあのパリ万博の頃から、まあ、パリ万博は今もあるんですけども、もう、何百年前、ちょっと政治的な数字は分かりませんが、ドビッシュが見てるんですか。見て、あのドビッシーがガムランを見て、そこでガムランを見て影響を受けて、ドビッシーたちの中からまで印象派っていう音楽が、まあ、確立されていく。あのなんか有名な3つのジムノペティとかありますよね。あ、エリック・サティですね、そういうのってエリック・サティとかもあの、まあ、ちょっとあの王道からちょっと外れる人で、まあ、ちょっと変わった人やったらしいんですけども、でも、確実にクラシックの流れを変えたっていうような、その、そういう影響力を与えたバリのガムランのチームで、多分そのマンダラ、年代的に言うとマンダラおじいさんが直接行っててドビッシーと会ったかっていうのは、まあちょっと、まあ、計算が合わないというか、あのところもあるんですけども、その、まあ、代々続いてるなので、マンダラおじいさんがそれを伝え聞いて僕に話してくれた、僕たちに話してくれたと思うんですけども、そういう、まあ、あの音楽やってるもんからしたら、もう信じられないようなグループとのそこで共演が実現したんです。一発で。それはそうですね。そこのグループに関しては結構もう、あの連絡が届いてて、もう待ち受けてくれるような感じ でそこで音楽が一緒にあって、でそれをの音楽で白虎社が舞うっていうことなんですか。そうです。白虎社と私たち、私たちと、ガムランのチームがそれをステージの音楽を作り上げて、で白虎社とその現地の、レゴンの子供たちとかダンサーの方たちが、
一つのものを作るっていうそういう出し物を、まあ、そこで作り上げたんですけども。それって即興に近いんですか？いや、あの結構ねもう進行表があるんで、で、あの僕、まあ、英語も喋れませんし、もちろんバリの言語なんかほとんど何を言ってるか分からないので、通訳2人ぐらい入って、そういう打ち合わせを夜な夜な、あの神秘的な空気を感じながらやったっていう記憶があるんですけども、まあ、貴重なまあ体験、音楽、まあこういうワールドワイドな音楽をする一番最初の原点にすごく貴重な体験させてもらって、で、まあ、今に至るという感じなんですけども。でそれ帰ってきて、で、まあ、ちょっと引きこもりなりながらも、また音楽の世界に入っていくわけです、戻っていくわけですよね。そうですね、1年で、1年経ってもうこんなことしたらあかんわと思って東京出てきましたね。無一文で出てきて、で多分普通乗り継いでとりあえず東京まで着いたら、ほんま無一文なんですよ。で知り合いのとこ渡り歩いて、で帰ってある、まあ、アーティストの、コンサートもなんか見れたりとか、それでちょっと元気になって帰って、それからあのやっぱり自分にしかできない音楽をやろうと、もう日本に生まれて日本人としての自分としかできない、で、世界に通用するような音楽をもうやらないといけないなということで全部白紙に戻してたんですよ。脈拍車のこととかそんなんも全部、脈拍車は続きましたけど、今まで僕がやってた音楽経験、もうクラシックからジャズからソウルから、もういろいろあるであるバンドやってたんですけども、とにかく全部なくして、で一番最初にや何もないとこから始まる、真っ白から始まった時に何をやったかというと、シンバル叩いてましたね。ライブハウスで。そういう人形ありますね。お猿の。お猿の。それはなんでシンバルやったんですか？一番シンプルな。シンバル好きなんですよ。あ、シンバル好きなんですか？バリにもいっぱいシンバルあるし、バリであの購入した分とかもあって、でシンバル叩いて、後ろでトロンボーンのブーってチベット密教の低音ラッパのようなものが続いて、行列をしながらライブハウスで音楽したりとか、もうありとあらゆる考えられる実験的なことを、とにかく形のないところからしたかったんで。へえ。ある日には寝巻きで坊主頭にして、で歯磨いてた時ありますね。あの舞台でコンサートでそれがあ、もちろんメンバー見てるんですよ。いやいや、そう、それも演劇みたいな、パフォーマンス、パフォーマンスですね。でパフォーマンス、最初はパフォーマンスというバンド名やったんですよ。はい、面白い。それその時の、一応楽器のパートは何やったんですか？キーボードですね。キーボードさんが、歯磨いてここのキュッキュッっていう音は拾ってるんですか？いや、あのその時も演奏関係なく、演奏関係なく人間多いですね。でピアニカ持って吹いたりとか、でサックス吹けないのに吹くから、もうこの辺血まみれになってるんですよ。寝巻き着て、歯磨き粉で真っ白になったところに血まみれになってるっていう、もうなんか得体の知れない。なんで寝巻き着たんですか？なんで寝巻き、寝巻きあったからやと思う。あったから。なんか寝巻き着てたバンドいたな、イギリスで。着てましたか？いたな、何やったっけな。それは一人だけ着てました、それも。ああ、ええ。何やったっけな、なんかいたよ。ブームタウンラッツやったっけな、名前は。有名な方ですか？その時は、その時ちょっと有名な人やったけど、それらは。で、なんか話がね、その昔の原点のところの話やったんですけど、ごめんなさい、ちょっと時間があれなんですけど、ボーンって飛びますね。で、まあ、それで、まあ、一応というかポニーキャニオンからデビューできること、まあ、そんな変わったバンドやったんですけども、やっぱりあまりないっていうんで、ソロバンドがデビューしたんですか？デビューしたんですか？そのパフォーマンスっていうバンドが、パフォーマンスはけど、あのパフォーマンスもなんていうかな、一般的なパフォーマンスっていう意味が日本中に普及してしまってたんで、もともとの実験的なパフォーマンスでなくなってきたの、もうじゃあパーニーも丸つけて丸パにしよう言うて、丸パっていうバンドで、そこで事務所があんまりは言うんで、マーパ、MAR-PA、マーパにしよう、あの丸、マーパっていうか丸パみたいなね、その名前でメジャーデビューしたんですけども、で、それで、まあ、そのバンドは3年で、そんなに売れることもなく、まあけど、いまだに伝説になっております、あの YouTube とかでも、YouTube で、マーパって、MAR-PA、YouTube 残ってるんですか、それ。残ってますね、僕がまだ。今の体重の半分ぐらいやったガリガリの頃でちゃんとシンセサイザーを弾いてるっていうのは残ってるんだけども、で、まあ、その時期を経て一人ソロ活動を始めて、でそれから、気づかないままに、ね、やっぱり神社仏閣とかの奉納演奏に誘われてるようになってたんですね。ただ僕それ気づかなかったんですよ、それが奉納演奏っていうことを。そんな
マルパをよう誘いましたね、炎演奏に。あ、マルパじゃない、もうそれ解散してソロになった。あ、私です。そう、まあまあ、仲間っていうか、そういう人たちがいてて、でも気づかなくて、気づいたら結局、熊野の山の中にどっぷりはまり込んでたっていうような話で。それがこれですか。そうですね、それがこの熊野。その時に色のシリーズっていうか、はい、で色、はい、でヒーリングの癒しの音楽をやっぱ歌い始めるのもその頃です。で一番まあ大きなきっかけっていうのは2004年高野熊野が世界遺産になった時に、はい、熊野本宮大社の方から、依頼が来たんです。この演奏の熊野本宮大社から依頼が来たんですか、はい、歯磨いてた人に多分歯磨いてたこと知らんと思う。知らへんかったね。でその時によかった。その日に ある、人がこの写真を持ってきて、これ、まあ、ジャケットの表写真ですけども、この写真で音楽を作ってくださいと言って立ち去っていったんですね。でこの発光してる白い部分があるんですけどね、これゴマザンザンから大峰の方を撮った写真なんですけども、実際、まあ、真っ青な空に白い発光物が写ってるという、で、まあ、不思議な写真やみたいな感じで、でも、その時アルバムを作ることも考えてなかったし、はい、まあまあ流れやからと思ったら、朝起きたら曲ができてたんです、あんまり覚えてない。まあこれを言うとね、みんな信じない人もよう聞いてるんですけど、ほんまに覚えてなくて、はい。でまあできてたんですね。でこれが一作目ですわ。色のシリーズの一作目となりました。これ僕あんま見たことなかったな。これは何色なんですか。これ青ですね。あ、これ青いるん、はい。これ青いるん。はい、青いるん、ね。青いるんですね。で、立て続けにその次に、この赤のピアノ。話の最初に戻りますけども、もうピアノがトラウマで弾きたくなかった。これができた時も、たくさんの人がグランドピアノ弾け。で、気がつくと、音響の、大阪でも、3本の指に入ってて、音響素晴らしいホールが2日間予約されてて、で、スーゼマンのベーゼンドルファーっていうピアノがそこに配置されてて、まあ、用意したから録音しようっていうようなことになってしまったんですね。他の人がもう設定してくれたわけですね。でも何十年も練習してないので弾けることもなく、2日目の4時まで1曲も取れへんかって最悪やなと、そのレンタル料は僕が全部払うわけなんですよ。ああ、予約はしてるけどお金払うのは歯磨きさんが、で1曲も取れずに、うわ最悪やって。うわ。でその時に、熊野の祈りっていう熊野のテーマソングがあるんですけども、祈りをまあ弾いたらっていうその時の音響のスタッフのアドバイスで弾き始めると、自分がなんていうんですかね、もう無意識になんか曲弾いてるんですけども、20曲ワンテイクで撮れたんです。20曲も弾いたんですか。これ20曲ぐらい入ってる。20曲入ってないから、まあ近く入ってるんですね、レパートリーあったんで弾く曲はあったんですけど、でも練習する期間がなかったので、まあ、間違ったりとかが、つるんと弾けてしまって、で出来上がったという。これがその赤、次に赤が出てきたんですね。へー、これワンテイクってことですか。ワンテイクですね。へー、何の修正もないです。へえ、すごい。でその次に、これは熊野なんです。これは熊野の、中平寺だから熊野神社っていう、まあ、素晴らしい神社があるんですけども、そこで奉納演奏、たまたまこれ音響のスタッフが録音してくれてて、で聞いたら、素晴らしいんですよ。自分で自分で言うのもあれやけどその時の3曲降りてきたっていうか、全く知らない曲弾いてたんですけども、オープニングで、じゃあインスピレーションで、インスピレーションで曲を弾くんですよ。即興演奏、まあ、こうふにゃーとかファーで即興演奏のイメージじゃなくて、ちゃんとしたメロディを弾くんですよね、はい、インスピレーションで知らない曲を A メロ、B メロ、サビとか弾くんですよ、それが珍しくこの3曲降りてきて、それが全部収録されてる。でその次、まあ、これはピアノなんですけど、黄色のアルバムですね、ピアノで、この赤の、部分は割としっとりしたっていう、収めるような感じの部分が元気な癒しっていうことで、元気な黄色が現れて、でそれを録音して、それは色はなんで出てくるんですか、ちょい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 。色は、これも不思議なんですけども、自分で決めるんじゃなくて、今回はこの色だっていう人が突然現れては耳元で、次は木とか言ってさって去っていくんですよ。まだ僕、あ、次は木なんか、それ出来すぎ違う、出来すぎで、また揃っていくんですよ。ジャケットが描く人が現れたりとか、その人はわーってきて、次は木って言ってわーって歩いていくんですか。極端に言ってますよ。極端です、極端ですけども、ほぼそれに近い。
あ、今はもう探してもおれへんようになってたりとかという。あ、そうなんですか。そうなんです。もう出会い頭みたいな人は、出会いがもう普通道歩いてて、急に僕のすれ違いざまに身元で赤って言って行くの。赤、いや、おもろって。まあそれにこう赤の作品ができたりとかがまあ続くわけです、で黄色ができて、その時に五色っていうね、もう一気に五色並んでるものができて、でこれ審査されたんですけども、ね、最後にこれ、これも言うてきはったんですか、誰か。五色はね、人じゃなかったよね。何、犬とかあの虹とか自然現象とか、あの人じゃなかった。ただメッセージとして、メッセージとして、あのお寺の五色の幕であるとか虹とかがもう縦付きに続いて、でも五色やと。でも五色なんですよ、あの七色の虹でヨーロッパらしいですよね。アメリカとかヨーロッパという虹の数がもともと日本の虹と違うらしくて、まあ日本は五色やったんですね、もともと。それ僕初めて聞きました。それは明治の頃に変わったらしいです。それはアメリカ西洋の文化が入ってきてから五色に変わったっていう。え、じゃあよくあのやっぱり京都奈良とかにあるあの神社のあの五色ですか、もしくは四色っていうのがあれがやっぱり虹、古いみたいですね。でもともとチベットから来てるので、ただチベットの色の配列ともちょっと違うんですよ。あの中国の陰陽五行でしたっけ、なんかその五色の方やと思うんですけども、チベットはここに緑が入ると思うんですけど ね、まあ五という数やったけど、世界中でやっぱり虹の色の数違うみたいですね。あ、そうなんですか。そうみたいです。で最後にこれが、紫の分、これは2011年、に出た分なんですけども、まあ、これは、これ相模湾いうとか、これもジャケット作る人が現れてくれたりとか。へえ。ただまあ一番大変な、年回りでしたもんね、2011年っていういろんなことが起きて、ね、で熊野も水害にやられて、で、ね、はい、で私が小水力発電っていうその那智の滝からの水量を使って、それで新設された電気を送って、で、それで桜のコンサートしようという企画を2010年その前ですねやらせてもらって、そんなこと、でそれがその場所がもうピンポイントで流されてしまったんですよ。流されちゃったんですか、桜の木だけが残ってみたいな、まあ、そういうちょっと感慨深いようなところもありまして、それをイメージ作って、で、その次に、まあ、光の音楽っていうことなんですけども、色から光に移ったわけですね、でそれをまた誰かポソポソって光とかって言ったんですか。最終的に次は光やって言った人いてますね。あ、もう感じてたんですけども、あのもう色ないんですよ。 あったとしても白とか黒とか、だいたいもう虹の五色揃ってますし、あと何くんのやろな、どういうことふって言うてって考えてたら、面と向かって最後に面と向かって次は光屋という人がまあ現れまして、それはどんな人、普通の人なんですか、それともこうなんかスピリチュアルな世界にいる人なんですか、あるいはミュージシャンなんですか。あのもうまさに、2週間ぐらいのスパンで、だいたい未来を読める人です。割と近いスパンであれば確実に読めると、もう何が起こるかっていうのが、まあまあ、もし僕のことを見て、多分まあそういうオーラをね見られるっていうんで、でその人がやってきて、やってきてって、まあ、お会いして、で次は光やと、でも光っぽい感じはすごくいろいろ出てたんで、で、まあいろいろ、それからもう光の音楽、癒しの音楽から光の音楽、今までまあ癒しの音楽って長かったと思うんですよ、まあ、日本で癒しの音楽っていうのが提唱されるからも、結構もう長い期間、で多分色っていうのは癒しの部分と、まあ、あのリンクしてるんちゃうかなと思うんですね、癒しっていうのは何ていうかな、こう能動的な部分あります、あの受動的な部分ありますよね、癒されるとか、何かしてもらう、施術してもらってバランスを取る、それが結構長かったと思うんです、それが、まあ、あの今もう世界も世の中も時代ももうガラッとやっぱり変わりきったこれからっていうところで、受動的にのされるんじゃなくて能動的に自ら光る、でそれは僕昨年、あの大村さんが企画したクレッグさん あの出版パーティーの時に、クレッグ氏が、まあ、ほぼ同じようなことを本に書いて、自分で光り輝く、もうこれしかないと、でただ光と音っていうのはあのどういうふうに関連づけるかって、どうリンクさせるかっていうのは全く無知の世界なんで、ただ、まあ、一つ言うのは雷が光れ、稲光があれば音も聞こえるし、花火が上がれば音も聞こえるような、あのまあなんか物理的には波長の世界やと思うんですけども、
音楽を発することで、皆さんが今まででしたら、まあ、涙していただいたりとか、体のバランス取れたりとか、よく眠れたりとかがあったんですけども、音楽を媒体として僕もそこで光り輝けるような演奏をする、で音が媒体として聞かれた、その同じ空間にいらっしゃる方も光り輝けるということは、もう癒される必要がそれぞれなくなってしまう、全てのものがもうそれぞれが光り始める、それがやっぱりこれからの、もう何が起こるかわからない時代、すごく必要なことかなって。じゃあもう松尾さんの弾く音楽も今までのこととは変わっていくわけですか。もうそれが、ね、読めないっていうか、読めないですか、まあけど今まで50年続けて最初にベートーベン弾いたのと今どこか違うって言われたら、そんなに大した変わりはなく、ピアノのバイブレーションは変わりないので、ただそのピアノのバイブレーションのバイブレーションの部分ですね、振動の部分がすごくやっぱり大きな役割、波長っていうのはすごく果たすと思うんですね。あのお時間がね、はい、もう迫って、ね、もっともっと話したいですよも第2弾も第2弾も2を、もうあれですね、僕も印象がすごい変わっていってました、松尾さんの今日の始まったと今とかってそういうことですか。いや、もっと長いスパンで一番最初お会いしたのは、なんか多分2年前ぐらいの新宿の、はい、白龍館、龍や関龍ですよね、関龍館、あそこで、いや、わ、かっこええなと思ったんですよ。それからお知り合いになって、で11月13日、去年の1月13日の祈りの時があって、はい、そうですね、で、でそれからまあ何回かお会いしてるうちに、すごいこうミュージシャンっていうのに間に垣間見る面白いおじさん像がわーっと湧き起こってきて、今はもうほとんど面白いおじさん像が9割ぐらいになって、それでもうありがたでるんですけど、今の光の話聞いてまたおじさん像がピャーっと落ちて、多分光の音楽おじさんでないとできないと思う。神々しさが何をしゃるんですか。もう輝いてるな。でも思うでしょ、そのそれぞれが輝けば誰も誰かにそういう力を発することも、自分が輝いてそれぞれが輝いて全部それがフィードバックして輝いていくんですよ。そんなもう悪いこと起きませんよね。そんなところでね、はい、一番最後にですね、これは、ゲストのさんにとってどうですかっていつも聞いてるんですよ。何をですか。で今からちょっと、あ、今から、クエスチョンというか、はい、松尾さんにとって、はい、今まさに出てきたその光っていうのは、はい、松尾さんにとってどういうもんですか。光は、多分なんですけども、自分の中ではもう原点、大宇宙っていうの、今の宇宙、いくつ宇宙あるか知りませんけども、ビッグバンとかで、まあ、そっちの方がおかしいと思うんですけども、ビッグバンとかで宇宙がまあ生まれるわけですよ。その時にすんごい速さの光っていうか、まあ、高速っていうのは速度決まってるって言いますけども、とにかくピュアな、もう光の濃縮されて凝縮されたものがさあ出たわけですよ。でそっから星が生まれ、で星屑から人間の肉体が生まれ、ということは私たちが思い出さなあかんところを遡っていくと、もちろんおじいちゃんおばあちゃんが始まりますよ。で、何代前何代前、一万何年前はどうやったか、こうやった、沈んでしまったとか、でどこの星から来た、いろんな話あります。でも突き詰めればそこのビッグバンのうわっていう光、うわその光はすごいと思うんです。はい、それを音楽で表現できればと思いますね。そりゃ聞いてみたいですよね。まあ何年かかるか何十年かかるか分かりませんけども、ただね、肉体を持って生まれて肉体をの寿命で消えていくので、まあできる限り、まあもうライフワークかなって、色のシリーズが終わって光の音楽、多分ライフワークかなって最近思わされてます。ちょっと4月ぐらいにコンサートしましょうよ。東京ですか。お願いします。なんか思いました。4月ぐらいにもう光のコンサート。あ、もうやりましょう。光のコンサートやりましょうよ。やりましょう。はい、もう光を、もう 光を表現する方がいろんな分野から集まられて、で、それを伝えていけばいいんですよ。そうなんですよ。その隣に友達に、もう光ってええよと。そうです。もう光ってよみんなと。
そうそう、もう人の力とか違うぞ、自分で行かれるよ、自家発電できるよと、できるよ、フレグ氏が言うてるよ、そうです、フレグ氏の本買ってよと、もう読んだと、そうですよ、そうですよ、だからでもそんな時代やと思うんですよ、そうそうなんですよ、誰かに依存してなんややってもらうっていうことじゃないんですよ、うん、結構長かったですよ、ヒーリングの時代っていうのは、で癒しの音楽とかヒーリングミュージックっていうのもやっぱりある時期にポッとワードが出てきてで生まれて、それがまあある時期まで使われるようなもんやと思うんで、もう光の音楽でもいいんですよ、音楽的には。いやもうそのコンサートに来たらもうみんなピカって光って帰りはんねん、もうスイッチオンのですよね。でまたその人たちがそれを広めていくんでしょ、ま、スイッチ持って帰るんですよ、持って帰るんですよ、でスイッチを分け合って、ま、分け、みんなで分け合って、ね、素晴らしいですよ ね。もう原発いらんね、それやったらそういうことじゃないねまあまあまあそれは置いといて、はい、置いといて、本当に今日はもう光のエネルギーですよ、もうリュウちゃんも来ていただいて、はい、ありがとうございました。もう今日はお招きいただいて、ありがとうございました。深いクックテールをいただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。松尾康信さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。